どうも、陣内智則です。さあ、今回はですね、素敵なゲストに来ていただきました、すするくんです。お願いします。いやー、すするくん2回目よね。はい、まさかのこんな短いスパンじゃない。AK レーシングさんでやってる、はい、あの YouTube の方で初対面ですぐロケしてね。そう、めっちゃ早かったですから、テンポ感がね。ほんで、すするくんの方にも僕が出してもらって、その時 LINE 交換して、はい、ぜひネタ人の方でもやろうよと、うんうんうん、ネタ人も知ってくれたし、あ、もちろんです。ほんで、いや、ぜひやらせてくださいっていうことで、はい、今回すするくんとコラボということで、今度ちゃんとした YouTuber の方は久しぶりやね。そうですね。そうなんですか。 あんまない。カジサックは、いやけど、カジはまあ言うても吉本の後輩って感じだから。そうですか。デカキン、そのデカキンはされてたね。デカキン以来じゃない、ちゃんとした YouTuber。 デカキンもちゃんとしたかどうか分かんないから。YouTube や初めて何年ですか。もう今8年経ちましたね。はい、じゃあまだ当時はまだ YouTuber っていうのはあんまりなかった感じ。なんかそこまでですよね。だから今もうほんと芸能人の方とか入ってますけど、ね、当時は多分割と素人の方しかいなかったような時代だったんで、うん、いくつでしたっけ、マッスル君。僕今30になりました。ってことは22ぐらいで始めたんだ。そうですね、2015年スタートなんで、はい、毎日上げてんの。もうずっと毎日。すごいな。愚直にラーメンの動画のみを。もともと好きだったんだ、ラーメンが。そうですね、動画始める前から、うん、まあ、僕はそれこそラーメン二郎っていう、はいはいはい、がっつりしたラーメンが学生の時からすごい好きで、うん、もう週3、4とか食べてたんで、うん、だったらちょっと毎日ラーメン動画やってる人もいないし、当時いなかったよ、そういう人が。誰もいない、誰もいなかったですよ。ラーメンジャンルってあんま開拓されなかったんですよ。あ、そうなんだ。1日何食食べてんの、ラーメン。1日だから、まあ、昨日とかも3食ぐらい行きました。ほんまラーメンだけ。もうラーメンのみです。ラーメン食べる日はもう結構本当お昼に3軒とか4軒とかガーって行って、夜とかも何も食べないで、今日もね、はい、僕とラーメンをね、すするくんのチャンネルで食べに今日行くからね、おすすめのラーメン。俺もあんまそこまで自分で足運んでラーメン食べようっていうのはあんまなかったから、うん、なるほど。で、このまあ言うても本家というか、オフィシャルでオフィシャルの人にラーメン屋さん勧めてもらうなんてないから。まあそうですよね、楽しみ。そういう機会もないんで。ほんで今回ね、はい、あのおすすめのカップ麺、はい、僕もねカップ麺好きで、よくね、やっぱ打ち合わせとかの時に食べるねんけど、でもすするくんのおすすめなんやろうと思って。なるほど。すするおすすめのカップラーメンを今回ちょっとまず紹介してとこう言ったところで、はい、今回持ってきてくれましたね。もちろん。すするおすすめカップ麺なんでしょうか。いや、こちらですね、おすすめ。はい、ドン、はい、ほう、これ食べた時は間違いない。正直マジ、はい、もう間違いない味なんですよ、本当に。あー、俺の初めてかも。これ食べとったら間違いない。もう 100% 間違いない。もう他のラーメン食べると一緒。はい、もう全てが詰まってもラーメン界。俺すするくん言うなら間違いないわ。皆さんおすすめです。大きく出過ぎたかもしれない。いやいやいや、いや、これをね今回食べるんですけども、ただで食べてもしょうがないんで、はい、最近ね、ネタ人ね、ちょっとなんかアプリのゲームとかやってんのよ。おお、なんか見てますよ。なんか本当くだらないゲームやってんのよ。くだらないの言わない方がいいじゃん。くだらないけど、まあ面白い。なるほど、ね、ハマっていくっていう。はいはい、ほんでこの間もね、ママにゲーム隠されたっていう、知ってる、このゲーム。おお、初めて聞きました。もうゲームをママが隠すんだけど、そのゲームをママにバレずに取るというゲームがあって、なるほど。それの派生で、はい、ママにカップ麺隠されたっていう。言われますよ、なんか塩分取りすぎて食うなみたいな。そうそう、子供の子めっちゃ言われましたよ。これを2人でやって20日まで行ったらカップ麺を食べれるという。なるほど。やったことないでしょ、あのゲーム。こんなチャンネルで YouTube で、うん、初めてかもしれないです。本当に何もすすらさない、すすると。珍しい、見せようかなと。大体ラーメンで呼ばれるんで。でしょ。すすらさない。じゃあちょっとやろうか。はい、やってみましょう。じゃあ俺から行こうか。はい、やっぱカップ麺あんま食べ過ぎたらね、ママ怒るもんね。ラーメン好きそうな体格しますよね。ねえ、こうおかんに見つかってあかんのよ。なるほど。さあ行こうか。これも始まってんの？これチュートリアルみたいな感じですか、これ。これなんやろね。まだ1日目じゃないもんね。そうですね。これ、まあ、こういうの壺割るみたいな。割ったりしてもいいですね。割ったりしてもいいね。絶対カップ麺食べるより怒られますよ、ね。壺割った方が。1から、はい。じゃあ1で行こう。はい、じゃあ行くよ。これどうやろう。なんか開けタップあるやんね。もうえ、これで入れてんちゃうの？入れてよね。なるほどね。あ、作って食べる前。作って。はい、食べたよ。おぉ、え、もういけたんじゃない？めちゃくちゃ食うね、すごい。まず簡単、はい、これはサクサクいけそうですけどね。え、いこう。お母さんいるじゃないですか。これママいるよね。え、いや、見つけたけど、でもこれママの前で食べちゃダメそうですね。そうよね。そこママいるじゃん。あの、ここ隣の部屋とかあるから出るのか。え、なんやろ。どう出ればいいんだろう。外出んの。これ嘘、そんなトリッキーな。いや、このこっちはこれ押して
あ、こういうのもあるね、電話。あ、あ、あ、取りに行くんや。なるほど、なるほど。ラーメン作れ、ラーメン作れ、ラーメン作れ。どっちなの、これ、こうする、ラーメン作ろう。あ、違う。オッケー、そういうこと、そういうこと、そういうの。なるほどね。オッケー、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 オッケー。すごいな。二日目行きたい。考えられてるのか。ナイスクリア。行きましょう。ナイスクリア。行くよ。おかん、俺またいる。なんかね。これっちか。あ、なんか赤ちゃん、子供おるね。子供に。テレビつけるんかな。つかないですね。あれ、つかないね。テレ。あ、え、あ、怒られた。あ、怒られた。あ、怒られたもん。ゲームオーバー。あー、かん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 。リトライリトライ。もう一回見て。え、どういうこと？これ下あげようか。あ、ゲームや。ゲームを持って、ゲームを子供にやらせて違うの？テレビを置いて。あ、いてててた。あー、そうそうそう。でも、お母さんどうする、これで。お母さん、あ、ここにラーメンあるね。ラーメン取っとこう。でも、お母さん怒りに行くかな。怒りに行く。お母さん行って。俺、行かへんの。え、やばないこれ。ゲームはいいのか。ちょっと待って。うん、なんでゲーム。0点。あ、これは見せるんや、おかんで。なるほど。おかんで、ほら、ほら、0点取ってたで、おかん。なるほど。ほら、怒った怒った怒った。オッケー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 。ナイス。よっしゃ、3日目クリア。腹減ってきた。オッケー、ネクスト行こう。ネクスト行きまーす。4日目。今回は誰もいないじゃないですか。何？何これ？何これ？物騒っすね、なんか。なんか、どこでやん。めちゃくちゃ物騒なもの。取っとこ取っとこ。ほんで？あ、こんなどこに隠してんだ。あれ届かないから木切るんじゃん。木を切るの、おかん怒られんで。いいのか言えんのか。え、いや、あかんやん。え、それ怒られるよ。違うのか。え、どうする、これは取るとして。あ、斧落とすんじゃない。斧を落とす、なんかほら、金の斧、銀の斧みたいな。いや、あ、池に。あ、え、なんか来るんじゃない。ほら、どうする。正直に言う、嘘つく。うわ、これどうしたらいいんだろう。正直に、正直に言った方がいいですね、これ。はい、うん、あれ、あかんや。あ、え、正直に嘘つこうか。嘘、あれ、あ、あ、え、でもこれ切れるようになってる可能性。あ、うわ、ダメだ、嘘つかなきゃいけないかも。え、嘘つくんかな。マジか、ちょっとポリシーに反するな。なあ、どういうことや。じゃあちょっと金の斧にする。はい、あ、普通にくれるんだ、金。これならいけるでしょ。あ、金、あ、ちゃう、食べた。ほんで、いや、嘘ついたよな、そもそもな。教育によくないよな。え、おかん来へん、大丈夫。お母さんが来る前に、あ、いけたやん。いけたんじゃないですか、俺。いけたやん。いた。オンキョンキョン。嘘ついたよ。これいいのか。いいのか、これ。ネクスト。うん。5日目。あ、なんかここおかんおるね、カーテンの後ろ。あ、ほんとだ。ね、おかんおるね。ケーキ、ケーキ取っとく、一応。ほんで、子供がお菓子食べてるよね。ケーキをここにする、あげてるよね。あれ、ほんで、これ取れる、これ取ったか。取れる。ほんで、おかんおるねん、カーテンの後ろに。これ一回やるってみる。これ何どうなる、何できるの。何にもないよね。あれ、何もない。子供ケーキ食べてる。ちょっと待って、これ入れてみる。作ってみたらいけないぞ。あ、あれ、あれいけたよ。食べれてる、いけない、いけない。食べれてる。ないの、お母さん、後ろ、おんのに。よし、クリア、クリア、クリア。ネクスト、ネクスト。うわ、まあ、なんで曇りとか関係あるんですか。まあでも、この布団みたいな。部屋、この部屋しかないもんな。あ、わしのおかんだ。割ったあかんわ。割ったあかん、来るわ。さすがに、これ窓閉めればいいんじゃないですか。閉めて、で、割れば、あ、ほんとほらほらほら、痛いで、痛いで、大丈夫か。ほらほら、血出る、血出る。ほら、血出るって。マジか。あかんって、血出るって。あれ何、あの横何、鍋の横。これはスプーン、これですくって。え、どうする、割って。割りはしますよね、さすがに。これ出せないから。うん、近づいたあかんで。スプーンがでもはまらないんですよね。何でもできへんか。もう終わりやん、俺ら。これどうすんの。え、何これ。子供になんかあるの。あ、そうだ。あ、あ、箸と、これ何、箸と、ちょっと箸で取る、箸で取る。あ、取った、取れた。いけ、え、でもこれで、
ラーメンやったらもういけるんですか。いけるのか。スプーンじゃダメなの。いけるスプーンの意味なかったんだ。さあ、あ、おかん、うわ、おかん持ってるやん。無理じゃないですかこれ。おかん持ってるやん。おかんちょっとセクシーやねんな。胸元が。家で着ますこの服。なあ、開けてみようか。あ、おかん来た。ここに来るんかおかん。ええ、ちょっと待って。開けちゃダメなんだ。なんかこれ、なんかクリップを止め取るような。うん、これ、うん、これ取ろうか。ここで。あ、これなんかピンみたいなの出たな。うん。ピンの、え？足元に置え？置いていたたたって。発想怖いっすね。いたたたするんじゃ。ほらほらほら。え、本当に？え？何これ、おかん空気抜けた、うなんや、おかん空気抜けた、どういうことよ。おかんブラフだったんですよ。おかんじゃなかったんや、だからこっちカーテン来たんや。そっちに本物がいたって。あ、そういうことか。手込んでるな、手込んでる。よし、じゃあ10日目行ったぞ。あと半分行こう。来た来た、腹減った。下は、下は隣の部屋は、うわ、またこれ閉めて、あれ閉まんない、カーテンは。バットか、あ、あまり、それ何、それ何、なんかこれ、ここ…あー、蛇口みたいな。あ、あ、あ、溢れていいんじゃない。お、あれ、これ取られへんの。取れんじゃないですか、これ。あかんわ。なぁ、あかんわ。溢れさせて、バットどうする。そうっすね。どうか、バットも、ここも、ここも、あと取れるもん。え、どういうことや。でも、これをマックスにして、割れば…え、びしょびしょなんで、部屋。バットはどうしてんの。バット…あ、でもバット効かないっすね。あ、もう…じゃあ、まかんじゃん。あ、なんかある。なんだこれ。お、紐、紐ですね。エビを釣るんじゃない、紐で。なるほど。どういうこと。どっか行くくらいなのかな。確かにな。お、お、ちょいちょいちょい、あ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 、エビ釣った、エビ釣った。そうなると、これで骨も溢れ出してんじゃん。バット関係なかったんや。関係なかった、これだった。オッケー、来た。オッケー、やりました。よっしゃよっしゃ、半分いったぞ。やっと半分。結構しんどいなこれ。女の子、水、水が入ってる。水を取らなかったの。おかんに、あ、おかん隣の部屋、横にラーメン。これは何だ、これ何、含め、パックや。お母さんがパックさせる。え、何これ、なんか仮面みたいな。お母さんに、あ、鏡取れた、鏡取れたぞ。マスク、あ、オッケー、来た。お、あ、なんかこれでキャーっていくんじゃない。顔、自分の顔見て。あ、自分の顔見て、ほらほらほら、キャーっていくんじゃない。おお、ほんで、あ、じゃあお湯取れました。これ取っといて、ちょ、これ沸かしといて、ほんで問題はパック交換してくれるかな。パックするんじゃないですか、お母さん。するか。はい、あ、してる。え、でけんのかな。これで鏡見せて。お、ひゃひゃ、あーって、あー、なるほど、なるほど、なるほど。なんであーってなっちゃうな。パックやのにな。よっしゃ、いけた、きたきた、オッケー。あー、食べましたね。よし、マジ腹減った。何回も食べるから、もう。あー、何これ、これまたいるな。どういうこと。フライパン、何やらんの。肉、肉、あれ、あれ、ラーメンあるよ。あれ、あ、でもこれお母さん来ちゃうから絶対。え、これ多分、そうだね。一応やってみます、これ。一回やってみてやろ。一回。お、え、あー、ほらほらほら、あそこにおかん、あそこにおかんおるわ。あそこにおるから。いやー、となると、肉とこの、これをうまく使うってことですね。これ上で何、これ何、今取れる。これは、いや、取れないですよ、これ。肉入れてみる一回。肉、あ、肉をこれに。うん、入んないです。入んない。フライパン、え、フライパンで、あ、鍋も取れるから。あ、あ、ここで、あ、お、でも、どういうこと。肉焼いてどうなる。あ、焼ける。あ、あ、え、何今、スプリングラー。あ、あ、室内で煙を発生させて。で、なんでおかん消えんのよ。お母さんをいなくさせて。なんでいなくしたってどういうことよ。これだ。いや、まあ、オッケーオッケー。いいのか、これ。ネクスト。うん。15日目。お、お、これ。猫か。
猫にあげるんか。これなんだ、これ懐中電灯。え、なにこれ。あれ猫うんと押す、うん、あー押しちゃった押しちゃった怖かったどういうことだ。魚を直接あげるパターンね。あれあれ食べてるやん。おお食べて、あれ食べて、あれ戻ったで。あれどういうこと。おーラーメンはおあれお どういうことどういうこと今のマジでどういうことどういうことマジで光に飛びついたよ猫が。光に飛びついたの。怪獣ネットの光に猫が飛びついて、かっこらないね。まあええわ、まあええわ。この展開が。ようええ、ようわかった。まあええわ。よし、行くよ、19日目。はい。わ、どうしよう。あれ、でも。また泉かあれ、うん、お、あ、おかん見てるな。おあー、ヘビや。おかんは。あ、パンおるから、これを色は沸かせる。そう、その泉はなんか気になる。これ取れない。いや、水たまりみたいな。水たまりか。もうがない。取れるものがないです。これかけてみる。はい、あ、あ、いや違う。あ、おかんかと思ったけど。おかんじゃない。そうなんだ。釣りだ。あ、釣り上げるのか。釣りをここで釣りする。あ、釣りしてる。お、来た来た。え、釣れた。行った行った行った。よっしゃ、ラストよ。さあ、うん、約束の20日目来た。これはヒントなしでいこう。なんだ、野菜みたいな。え、めっちゃ、ああ、野菜あかんのか。何個か取れるから。どうやった。え、それ何。多分もう一回押すとあかん。じゃあダメなんですよ。お母さん来ちゃう。隣ってなんか作られへん。あ、扉は。あ、ジャガイモいけるな。あー、ゾンビ来た。あ、でもゾンビの後ろにあるで。ニンニク、ニンニク。あ、ニンニクは。あ、そうか、ニンニクか。ニンニクを置い、なるほど、置かれへん。ニンニクどっか置かれへん。ニンニクいける。はい、よっしゃ。ニンニクか。ニンニクでっか。で、扉開けて逃げるやろ、これで。あれ、あ、ほら、おお、シンプルやん。シンプルで、めっちゃシンプルだった、これ。いけた。いけた。やったー。やったー。OK、とりあえず。とりあえず目標の20クリアしたんで。あー、よかった。マジ腹減った。しゃべられましたね、これね。このゲームすごい。ちょっとこれ食べよう。はい、いただきます。中本初めてですか。中本自体ね、ロケで行ってんのは記憶があんねんけど、なんか俺が食べるんじゃなくて、辛いもん好きの人が北極、はい、みたいなの食べてんのを見てたんですよ。中本感染してたんですか、その食べてるところを見るスタイル。食べてない。え、辛いのいけんの。辛いのも、僕も最初の動画始めた時は食べれなかったんですよ。なんですけど、中本に初めて行ってから、うん、辛いのに徐々にハマれるようになって、今も北極の僕10倍とかも一応食べてたんですけど、一応そんぐらいまで行けるようには。あ、訓練して訓練して、はい、なんか慣れてくるんですよ、体が。5分は5分で行く。する君どう、この場合。基本的にはもう、言われたことを守りたいです、ね。なるほど、まあ、3分で3分で守った方がいい。そうそう、5分は5分で守るか。最後の晩餐って言ってどうすんの。何ラーメン食べるの。やっぱりまあきっかけに、うん、ラーメンを好きになったきっかけがラーメン二郎なんで。あ、やっぱり最後の晩餐でその喉通るラーメンで。もう思いっきり食べてもう未練なしみたいな状態。あ、やっぱ二郎系が好き。やっぱり、はい。どこのラーメン二郎でハマったの。初めて行ったのは目黒だったんですよ。めちゃくちゃ並んでるんですよ、山手通り沿いの、はい。今考えると結構暴挙だったなと思って。目黒ってラーメン二郎の中でも一番は厳しいというか、結構。いや、それがなんかあるやんか、はい、なんかそのルールがあんねやろ。まあ、それがちょ暗黙のね、暗黙の了解みたいな感じなんですよ。あ、じゃあそれちょっとあったの、注意とかあったの。あ、これ僕多分食べるのが遅かったんでしょう。自分では全然そんな感じしなかったんですけど、うん、多分遅かったなと思うんですけど、何回も覗き込まれて、あ、もう食べないと帰っていいですよ。いや、そんな言われそんな言われなあかんの。いや、だからそれで僕もこんな二度と行くかって思ってたんですけど、
なんかその後半年後ぐらいにもう一回食べに行ったら、なんかうまくねと思って、そっからハマったんですよ。ちょっと厳しいルールの中で自分は何も注意されずに、しかも美味しく完食できたっていう、この一つの達成感みたいなのがあったりとか。ママにカップ麺隠されたと一緒やんか。達成感がね、やっぱり。いける？いけそう。開いてもいい匂いが。うわあ、これほんで、うん、これを入れたいの。あ、はい、このオイル入れましょう。それ辛そう。辛そうだな。ちゃんと辛いんで気をつけてください。カップ麺なんですけど、マジで油断するとやられちゃう可能性あるんで。ちょっと。じゃあまず卵のすんでしょ。あ、しっかりちょっと混ぜて。いやー、うまそうやな。いい匂いですね。麺をちょっといってみます。いただきます。はい。いいですか。行きましょう。そうそう。何よやめてよ急にびっくりするやんか。うまっ。ちょっと待って、うん、うん、あ、これだなやっぱ。あー、うまい、辛っ。うまっ、辛っ。両方きますよね、一気に。あ、でもうまい。うまいっすよ、やっぱり。あ、辛いけどうまい。うまい。あ、うまっ。どんどんもうハマりますから、本当にこれ。めっちゃうまいやん。めっちゃうまいっすよ、中身実際。マジで一番うまいこと今までのカップ麺で。おお、マジで。この辛さの中のうまみを感じられるかどうかで、結構好きになれるかどうかが変わってくるんです。うまい。これうまいってなったらもうハマっちゃう可能性ありますね。うまっ。いや、このカップ麺隠された後がやっぱうまいんちゃう。マジで。あのゲームのおかげなんですか。あの、あれのおかげでめっちゃうまく感じる。うまい。いや、うまいっすね、本当に。カップ麺だとお店の味を再現するとか結構難しいじゃないですか、うん、でも中本はなんかお店お店の良さがあって、カップ麺はもうこの一つのカップ麺としてまた完成されてる。この麺もしっかりしてるよね。そう、この太麺がまたいいんすよ。太麺がな、マジであの辛さがすっごい絡んできて、うわ、美味しい。いや、ちょっと正直びっくりしてる。あ、本当ですか。やっぱ、いや、挑戦してよかったですね、今回のと。これ、ぜひこれ今見てる人、買いに行った方がいいよね。いや、ほんとうまいっすね。もう、やっぱ1個ストックしてあるだけで、もう安心感違う、ね、で、一緒にあの、ママにゲームかぶせて、もう一回、もう一回最初から見ないと。あれを見ないとね。あれ見んと絶対無理。このうまさ出ないよ。ありがとう、教えてくれて。あ、いえいえ、ほんとよかったです、ほんとに。ね、で、あの、すするくんの、すする TV の方もね、はい、あの、一緒に、ここもラーメンすすってるんで、ぜひぜひよろしく、そちらもよろしくお願いします。ただただすするだけでいいのよね。そうです、ほんと何も考えないで、あの、美味しくすすってください。だよね。はい、それだけで大丈夫です。いや、また、また、なんか桃鉄も好きやしね。あ、ぜひやりましょう。桃鉄もやりに来てよ。でも大好きなんで、ぜひぜひお呼びください。ぜひぜひ桃鉄やって、またすすろう。ラーメンすすりたいだけだな。桃鉄終わってからすすろう。そうしよう。ということで、美味しかったし、これ皆さんぜひおすすめです。ほんまうまかった。本当にうまい。はい、ということで、今回のゲストはすするくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。